皆様こんばんは、時間になりましたので本日のウェブセミナーを始めさせていただきます。本日は一宮西病院呼吸器内科の城下明弘先生に、後期研修医が実施する多施設共同データベース研究というお題で、ご発表いただきたいと思います。まず最初にルールを簡単にご説明いたします。質問がある場合はチャットでコメントください。主催者が適宜ピックアップします。で、事前にいただいた質問を再度書き込んでいただいても構いません。チャットの入れ方については、左下の方に、チャットというボタンありますので、そこからクリックして、入力してエンターをしていただければ入ります。マイクはオフにしてください。で、音声が途切れ途切れになる場合がありますので、その場合はちょっと回線を見直していただければと思います。最初に、私の方から、簡単な DWH の解説をさせていただきます。少しお待ちください。よろしくお願いします。私は京都大学の阿南と申します。データベースの作り方ということで、発表させていただきます。画面は見えてますでしょうか？はい、ありがとうございます。これが今日の目標になります。DWH とは何かというのを説明できるということ、それから要件定義の重要性を説明できるということです。まずですね、最初にある6年目の内科医ということで、これ私のことになりますが、この右に書いてありますように、忙しい日々を送っていたところですが、学会発表をしようということで、業務が終わった後、あるいは当直の間にカルテレビューをしてデータ抽出をするということをやっておりました。で、ですね、疲れてやってますので、なかなか進まないですし、夜やっても眠いし、おそらく、なんか入力間違えたりとか、そういったこともよくあったと思われます。で、ようやく学会発表にこぎつけて、無事に終わったんですけれども、しかし、そこからさらにデータ抽出が、あれを調べないといけない、これを調べないといけないというのがたくさん出て、あるいは研究デザインの問題点に後から気づくということで、燃え尽きて、この研究はお蔵入りということがありました。これ私の苦い思い出なんですが、結構これ、こういったことよくあるんじゃないかなというふうに思ってます。でそこで、今日ご紹介するのは DWH、データウェアハウスというものになります。これは病院内のあらゆるデータを集約して総合的に扱えるように整理した上で簡単に二次利用ができるという仕組みになります。で、これがよくある、電子カルテの画面になりますけれども、この上でいろいろカルテを書いたり処方したり点滴を出したりすると思うんですけれども、でこの後ろには中でどうなっているかというと、いろんなこうデータがですね、こう組み合わさって、オーダーをするシステムだったり、採血データのシステムだったり、いろいろつながっているというところになります。バラバラなデータが後ろで動いている。で、病院によっては、施設によっては、この DWH、データウェアハウスが、このすべてのデータを取りまとめているといいますか、そういったこう統合しているようなことがありまして、内科学会の専門の研修施設の過半数にはあるというふうに聞いております。で、これがあると、例えば先ほどの DPC データっていうのがありますけれども、
DPC データとかにアクセスをして、欲しいデータを取れるということになります。例えば、DPC データって、DPC っていうのは、言葉は皆さんご存知だと思いますけども、データの中にどういったのが入っているかというと、死亡したか死亡してないかっていう情報だったり、肺炎であれば A ドロップ、心不全の NYHA 分類、肝硬変のチャイルドフュー分類などの、重症度の情報もありますし、病名の情報だったり、年齢、性別、喫煙指数など、いろんなデータが、例えば DPC データだけでもあります。で、患者さんの ID が分かれば、検査データにアクセスをして、検査データを情報を取得することも可能になります。ですので、いろんな条件を整えれば、カルテを見ることなくデータを取っていく、データを取ってきて、データベースを作るということが可能になります。で、この際に、情報部の方とかに、お願いをするわけですけれども、例えばですね、良くないお願いの仕方ということで出すと、例えば、私は呼吸器内科医なんですけれども、気胸という病気があって、気胸の患者さんのデータをくださいと、ただ、お願いしても、これだとさっぱりわからなくて、入院なのか外来なのか、どの機関なのか、どの病名の気胸なのかっていうのを伝えないと、ちょっとちぐはぐな感じになってしまうということになります。例えば、気胸と一口で言っても、病名コードを調べてみますと、これだけの気胸というものがあります。内科の気胸もあれば、外科系の外傷の気胸もあったり、新生児などの気胸もあったりですね。自分が調べたい気胸ではないものもたくさん入っているということがよくあります。ですので、この右の方にあるコードですね、ICD-10 コードとここで書いてありますけれども、ここのどのコードが当てはまるのかというのをしっかり定義付けを行うことで、情報抽出を依頼するということになります。で、これが一つの例なんですけれども、入院患者さんのデータで電子カルテから取ってきて、様式1で、先ほどのコードのいずれかの気胸の病名がある。で、それが種病名とか入院経期病名、最も投入した病名、あとは併存症とか入院後発症病名などがありますけれども、どこにその病名があるのか、期間はどうなのか、何科の患者さんなのか、そういったのをしっかり定義することで、共通原稿を担当の方にお伝えして、きちんと抽出をしてもらうことができるということになります。ですので、ポイントとしましては、データの場所、何のデータなのかっていうのと、項目をしっかり具体的に指定してお願いするということが極めて重要になります。で、先ほど、私の例では、ひたすらこの貴重な時間をですね、データ収集にかなりの時間を注ぎ込んで、結局、うまくいかないということになってしまいがちなんですけれども、それにかかる時間をできるだけ短くして、しっかり研究計画を立てるという時間に重きを置いて、データ収集の時間をなるべく少なくするというのが理想的なのかなというふうに思います。で、データベースっていう言葉、よく聞くと思うんですけれども、先ほどお話しした DWH というのは一番右側になります。で、よく聞くその国の大規模なデータベースというのを真ん中に書きましたけれども、それぞれを比較してみますと、以下のようなものが特徴として挙げられるかなと思います。で、DWH というのはその大規模なデータベースに比べると、やはり数はどうしても少なくなるかなと思うんですけれども、大規模なデータベースでは、取れないような情報っていうのもたくさん取ることができます。ですので、ご自身の施設で研究する際に、ぜひこの DWH を利用されてはどうかなというふうに、ご提案させていただきます。
いかがでしょうか。今日の目標、以下のものをご理解いただけましたでしょうか。まとめになります。DWH を用いることで、カルテを見ることなくデータベースを作ることが可能です。で、その際に、依頼する私たちの研究する人と、担当者のかんかん、情報の管理者の方、情報管理部担当者の方とのすり合わせが非常に重要であるということで、まとめとさせていただきます。ありがとうございました。それでは次に、城下先生の講演に、移らせていただきます。はい、城下先生、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。では、ちょっと画面共有します。画面見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。一宮西部院呼吸器内科の城下と申します。今回は後期研修医が実施する多施設共同データベース研究というお題でお話しさせていただきます。ちょっと簡単に自己紹介なんですけれども、僕は今卒後6年目の医師で、初期後期研修を亀田総合病院というところで行って、今年からですね、愛知県にある一宮西病院というところで呼吸器内科の再スタートメンバーとして働いています。で、3歳の息子と11歳の11ヶ月の娘がいて、どっちもやんちゃしてます。で、そんなに研究にどっぷり使ってたっていうわけではなくて、あくまで6年目で、できる範囲でちょっとやってきたんですけれども、オリジナルアーティクルは3本とシステマティックレビュー3本、ケースレポート4本っていう、合計10本ぐらい論文書いてます。で、結構ですね、研究の分野は一つに限ったものではなくて、研修医中とかに疑問に思ったこととかも素直に研究に応用していったっていう感じです。珍しい症例があればケースレポートで発表して、で、ちょっとここはエビデンスがないなと思ったところは自分で研究してというような感じでやってきました。で、どうしてもですね、知識が浅いので、これからは専門家、呼吸器内科の専門家らしい研究をやっていきたいなって密かに思ってます。で、長所としては、継続的に努力ができる、少しだけど努力ができることかなと思います。あとはそんなに集中力も続かないし、そんなに頭も良くないんですけど、コツコツ努力できるところは自分のいいところかなと思ってます。アメリカの免許を取ったりとか、あとは MPH、今オンライン大学生ではやってるんですけれども、ジョンズ・ホプキンス大学の公衆衛生大学院にも通っていて、来年の5月に卒業予定です。で、最初臨床研究を始めたきっかけとしては、どっちかというと結構ネガティブなことから始まって、ですね、臨床、僕かなり臨床が好きなんですけれども、臨床をやってて、結構ですね、研究やってないとバカにされるみたいなことを、そういう場面をよく研修の時に見かけてですね、それでは自分が楽しく臨床をやっていくためには研究もある程度やらないといけないんだなっていうふうに思ったのがきっかけです。で、その後片岡先生と出会って、研究って楽しいんだなって初めて思って、そこからハマっていった感じです。で、一応来年ですね、アメリカの疫学の博士課程を受験しようと思っていて、で、というのもですね、なかなかまとまった時間がないと、自分が伸びていかないっていうところもあって、で、PSG の皆さん、メンターの皆さんみたいに、日常臨床しながら、どん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 伸びていけるような、頭の良さがあればいいんですけど、なかなかそうはうまくいかなくてですね、ちょっとずつ今やってるんですけど、自分の足りないところを補いに行きたいなと思ってます。じゃあ今回の講演対象なんですけれども、単施設の後ろ向き研究は行ったことがあるが、多施設研究を行ったことのない医師向けに行っていきます。で、今回ですね、最初に、僕の研究の概要をお話しして、あとは失敗しそうになったこととかを共有させていただいて、今後の研究に生かしていただければなと思います。今回の内容です。じゃあまず、なぜ多施設研究なのかというところです。で、これ僕自身もあったことなんですけれども、単位施設でですね、研究を行って、サンプルサイズがちっちゃくてですね、統計学的有意差が出なかったから、それがもうサンプルサイズが少なかったから有意差が出なかったのか、それとも本当に有意差がないのか分からなかったっていう経験されたことを、多分皆さん一度はあるんじゃないかなと思います。あとは統計、医療統計とかの本を見て、複雑な解析とかをですね、勉強したんですけど、
それを行うにはサンプルサイズが必要で、結局断念してしまったという経験も多分1回ぐらいはあるかなと思います。で、多施設研究のメリットとしては、サンプルサイズが膨大に増えます。で、内的妥当性も高くなりますし、外的妥当性も高めることができます。で、さらに他の施設さんと話しててですね、自分がこれは当たり前だろうと思ってたことが実は違ったっていうことは結構あってですね、今回も例えば僕は肺炎像のある COPD 増悪に対してのステロイドの効果を検証する研究を行ったんですけれども、それ当たり前に使うでしょうっていう施設から、いや使わないでしょうっていう施設まで結構分かれたんですね。なので意外と他の施設の先生方と話すのは新しいクリニカルクエスチョンが生まれるきっかけになるかなと思います。あとは一度データベースをこういうふうに作ることを覚えていくと、付随研究としてですね、どんどん研究が進行していきます。で、今3つ研究が進行していて、3つとも今年度中に終わる予定になってます。で、ただデメリットもあってですね、やっぱり労力はかなりかかります。で、多施設で行っていくわけなので、自分の施設のことだけじゃなくて、多施設でどういうふうにマネージメント、プラクティスを行っているかとかですね、そういったところも念入りに調査して研究計画書を立てないといけないというのと、あとは、共同研究機関とのやり取りですね、もうかなり時間がかかりますし、肉体的にも精神的にもかなりストレスはかかるとは思います。で、あと、これが一番僕は辛かったんですけど、自分の失敗が結構ですね、共同研究者に重荷になってしまうというか、迷惑がかかってしまうんですね。なので、そこが一番自分としては両親がいたんで辛かったです。で、あとは、これも結構センシティブな内容なんですけれども、協調者問題が起こることがあります。で、施設によってはもうギフトオーサーは強要されることがあるんで、当時研究計画を立ててた時の僕は結構尖ってたところもあって、ギフトオーサーなんて絶対ダメだっていう感じで思ってたんですけども、ある程度はうまいこと折り合いをつけてやっていかないといけないのかもなっていうふうに最近思ってます。じゃあ僕の研究の概要をご紹介させていただきます。で、研究は先ほど申しました肺炎像のある COPD 増悪に対して全身性ステロイドの有効性を検証した後ろ向き研究です。で、参加施設は一宮西病院と亀田総合病院で、兵庫県立尼崎医療センターと、淡地域医療センター、あとは済生会横浜市東部病院が参加いただいています。これがすごくユニークなのは、ラストオーサーが片岡先生なんですけれども、片岡先生以外は全員初期研修医か後期研修医というところがすごくユニークだと思います。で、臨床疑問に関しては、これはもう本当にありふれた臨床疑問で、亀田で後期研修医やっていたときに、ローテーションしてくる初期研修医に大体ですね、1年間に3回ぐらいは質問されるような本当にありふれた臨床疑問です。で、一宮西病院に来てからも、やっぱ研修医から同じ質問されることがあって、COPD 増悪に対して、ステロイドを、ある程度使っていく人が多いとは思うんですけれども、実際にじゃあ肺炎像のある人に対して使っていくのかっていうのはどうなんですかってことはよく聞かれます。ですね。肺炎と COPD 増悪それぞれに対しての全身性ステロイドの、RCT はですね、これまで肺炎側の立場からすると COPD が含まれる患者さん、COPD の患者さんというのはそんなに多く含まれるわけじゃなくて、 COPD 増悪側の RCT からすると肺炎像のある患者さんって全部除外普通はされてるんですね。で、なのでちょっとそこが肺炎像のある COPD 増悪ってところは穴になってくる場所になります。で、これまで1本単位施設の後ろ向き研究がアメリカで行われていて、サンプルサイズもすごく少ない研究なんですけれども、ステロイド使用群と非使用群で臨床的アウトカムの差は認められなかったっていうことが言われています。で、そこで今回研究してみようというふうに思いました。仮説としては肺炎像のある COPD 増悪に対して全身性ステロイドは臨床的なアウトカムを、臨床的改善までの期間を短縮させるかどうかというところを検討していきます。で、方法としては、当時僕、後期研修医、亀田総合病院で行っていたので、そこで事前にバリデーション、研究を行ってですね、ICD-10 っていう、後で、示す、
な患者抽出アルゴリズムというのを作って、まあ、それに基づいて患者さんを抽出してきました。で主要評価項目は臨床的改善までの期間で、解析は、欠損値が、まあ、ほどほど多かったので多重代入表を用いて補完して行楽因子を調節するような解析を行いました。で結構分かりにくいと思うので少し具体例を挙げてお示ししたいと思います。まずじゃあ ICD-10 に基づいた患者抽出アルゴリズムとはっていうところなんですけれども、僕の研究で使ったアルゴリズムはこういうアルゴリズムになります。まあ、入院の契機となった傷病名が肺炎で、併存症として COPD がある患者、あと入院の契機となった傷病名が COPD 急性増悪で入院時併存症として肺炎がある患者、これは亀田総合病院でバリデーション研究を行っていて、で、まあ、かなりいいんですね。感度 89%、 得意度 100% で、 で、まあ、あくまで亀田でのバリデーション研究なので、まあ、他の施設ではちょっと微妙だったりもするんですけれども、このアルゴリズムを使って患者抽出を行いました。で、ICD-10 のコードで最初に喘息、気胸、心不全、閉塞性肺炎、脳胸とかを除外してですね、あとは、アウトカムの一つとして相関率とか、そういったところも考慮し検討していってたので、入院時に気管内相関を行われた人や昇圧剤を使用された人、あとはステロイドの常用者も除外しています。でこれらは ICD-10 コードで最初に除外して電子カルテでさらに確認して除外という2ステップを踏んでやっています。でこれも後でお示ししますけれども、データシートの作成に関しては本当だったらですね、まあ、これだけ多くの変数が今回の研究に必要なんですけれども、まあ、それぞれ分けてみると、まあ、DPC の項目、データウェアハウスからの項目、目視データの項目というふうに分けていくとですね、まあ、26項目が実際に電子カルテを開いて入力するというところは4項目だけになります。共同研究者の負担としても、まあ、かなり減るので、うまいこと活用していけば、このように変数は減ってくれます。で、色を変えているところ、オレンジ色で変えているところは行楽因子として使ったものですね。で、よいしょ。ちょっとデータシートとかの具体例を見ていただいた方がいいと思うので、これも後で失敗談とかでお話しするんですけれども、まあ、データシートに関しては、これをですね、共同研究者に送付して、まあ、DPC から取る項目、DWH から取る項目、目視から取る項目、まあ、あとは定義ですね、臨床的改善までの定義っていうのを結構みんな覚えてないので、こういったところを書いて送付するようにしています。また、目視データに関しても、例えばですね、こういうふうにプルダウンを使って入力ミスのないように工夫してやってます。で、あとは入力規制とかを使ってですね、変な値が入力されないようにしています。でこれはあくまでお配りしたデータシートの完成形なので、それに至るまでは結構いろんな失敗があったので、これはまた共有させていただきます。で実際にで各施設から来たデータはこれです。でさっきお配りしたデータシートに入力していただいてもいいし、例えばこれ尼崎病院さんからいただいたデータなんですけれども、もうこのようにですね、データウェアハウスから持ってきたものを直接こういうふうにペタペタペタって貼ってもらって送っていただいても、こちらで処理するので大丈夫ですということを伝えてました。で先ほど阿南先生のお話にもあった通り、例えばステロイドを使った人を抽出してくださいとか、抗菌薬を使った人を抽出してくださいと言っても、データを扱っている方々、情報管理室の方々は分からないんですね。なのでステロイドっていうのは大体このように定義されますよとか、あとは抗菌薬っていうのはこのように定義されますよっていうのをですね、一覧にしてお渡しして、ちょっとめんどくさいんですけれども、該当するものが、該当するものがないかっていうところを探していく形になります。結構長いですよね。で、患者さんのリストと、あとは、例えばこれ、バイタルサインなんですけれども、データウェアハウスから取ってきたデータというのは、盾持ちデータとして、記載されてます。患者番号と入院日で、この2015年の7月4日に取ったデータがこれ、2015年7月4日の10時に取ったデータがこれみたいな形で縦にダーって並んでいくんですね。
僕らが処理していくのは横並びの横持ちのデータと言われるものなので、これをクリーニングして解析ができるような形にしないといけないです。で、最終的なクリーニングした後のデータがこのような形になります。もう日本語とか全然含まれてなくて、もう数字と半角文字の組み合わせという形になってます。ですね。で、今進行中の研究に関しては、サマリーとかも DWH から抽出できる施設はあるので、そういったところは入院時サマリー、退院時サマリー、あとはそうですね、感受性データとかもDWH から抽出してもらって、電子カルテを開くことなく処理をしています。つまり入院時サマリーとかをドーンとテキストファイルでいただいて、それを文字列の処理でピックアップしてきて、例えば何々を使用しているとか、そういったところをピックアップできるように頑張って工夫しています。ただこれはあくまで人間のサポートっていう意味で使っているので、完全に人間をリプレイスするっていう意味で使っているわけではないんですね。あくまで電子カルテをしっかりと見て、チェックするということが、より信頼性が高いということは認識した上でやっていく必要があるかなと思います。で、解析に関しては、ここは簡単に触れるんですけれども、元データ、欠損が含まれるデータを、多重代入法といってですね、欠損値を保管するようなやり方をとって、データセットをですね、ちょっと増幅するんです。で、それぞれのデータセットに対して、傾向スコアマッチと、あとはファイン&グレーモデルといわれる、競合リスクを加味するような生存時間解析を行うんですけれども、それを行って最終結果を統合し、それぞれのデータセットでの結果を統合して最終結果という形になっています。で、この研究の結論としては、結果としては、1237人の患者さんが対象になっていて、ステロイド使用群は658人、非使用群は579人で、結構ですね、軽症から中等症の患者さんが多くて、いわゆる重症度分類で重症に当たる人っていうのは 2% ぐらいしかいなかったので、ちょっと偏りのあるデータセットになってます。で、臨床的改善までの期間はステロイド使用群とステロイド非使用群で差はありませんでした。で、結論としては、軽症から中等症の肺炎増を伴う COPD 増悪に関しては、全身性ステロイドはルーチンには必要ないかもしれない。で、さらなる RCT が必要であるという結論で締めました。はい、じゃ研究のタイムラインです。で、2020年の7月に加藤岡先生にお誘いのメールを送らせていただいて、それから共同研究者を募りました。で、カメダでパイロットスタディを行って、研究計画書もですね、同時に作成していきました。で、研究計画書が大体、9月ぐらいに書き終えて、倫理委員会に提出して、そうですね、2週間、3週間ぐらい経って承認されて、抽出依頼を情報管理室に行いました。で、11月、12月ぐらいには、大体データの抽出が終了していて、あとは目視項目のデータを入力開始しました。で、2021年の1月に目視データの入力は全部終了して、2月に解析。で、3月に論文執筆が終わって、投稿するって時に、COVID-19 のパンデミックが起こりました。で、結構いろいろあってですね、投稿の過程で IDSA って言われる、感染症の、すごく有名な雑誌があるんですけれども、そこに登録したら、まずアクセスができないんですね。COVID-19 関連の論文がドワーって投稿されてしまったので、もう、投稿すらできなくて、投稿するのに1日近くかかった経験があります。で、それで投稿したら、30分後ぐらいに、COVID-19 関連のものに集中したいから、ちょっと呼吸器系のジャーナルに出してくださいっていうふうにリジェクトされました。で、結局、回り回って今の雑誌に行き着いたんですけれども、2021年の9月に論文アクセプトされました。で、ここから失敗談を共有させていただきます。じゃあ、研究計画段階の失敗談です。で、研究の面白さが伝わらなくてお断りされたっていうところは結構多くてですね、例えば肺炎増を伴う COPD 増悪なんてもう全然ステロイド使ってるからそんなの何が面白いのって言われたこともありますし、なんかそうですね、僕のプレゼンテーションが至らなかったなっていうところは反省してます。ね、で、そこで自分が思ったのは、片岡先生
とかですね、もうもう協力してそう、協力してくれそうな先生にまずコンタクトを取って、で一緒にある程度研究計画を練ってからですね、それからお誘いすると、まあ、割と乗ってくれるんですよ。片岡先生も参加してる研究なんだったら、なんかこれは面白い研究なんじゃないかなとか思ってくれたりですね。なので、まあ、研究してくれそうな先生をまず集めて、そこから広めていくと、なんかいいのかなって個人的には思ってます。であとは、まあ、忙しいからっていう理由で断られることもありました。でこれは、まあ、実際にデータを入力するのがどのぐらい手間がかかるのかわからないという不安もあると思うので、だいたい例えばうちの施設だとこれぐらいの入力数になりましたよとか伝えてあげられるとよかったかなと思います。あとは先ほどにお示ししました DWH とか DPC データとかから必要なデータというのは取ってきてですね、なるべく電子カルテを開いて入力する項目を減らしてあげるというのは大事なことかなと思います。で、まあ、忙しい、まあ、この時にですね、忙しいからっていうことでお断りされても、もうなんか、じゃあ自分が、施設に行って入力してもいいですかっていうぐらいの気持ちで、なんか、それぐらいの熱意を持って、お誘いした方が、なんかいいのかなっていうふうに思います。で、データ収集段階の失敗なんです。で、これはですね、何回も失敗しました。で、データ入力段階で定義付けの甘い項目っていうのが、やっぱり後で見つかるんですね。で事前に亀田総合病院でパイロットスタディを行ってたんですけれども、それでも甘いことがあって、まあ、例えばですけれども、救急外来で臨床的改善の定義を満たしてたんですけれども、入院してから病棟でバイタルを測ると、例えば酸素が必要になってたとか、で、そういった場合に、そういった患者を対象になるんですかとかいう質問がですね、やっぱり来るんですね。そういった定義付けをしっかり行ってないと、後でいろいろ共同研究者にも迷惑がかかるので、しっかりとですね、パイロットスタディを実施施設で行っておくということが大事かなと思います。であとは、DPC コードの件ですね。これも、最初からああいう DPC コードが出来上がったわけではなくて、最初ですね、もっと少ない DPC のアルゴリズムだったんですけれども、亀田の方でバリデーションしていくうちに、これが必要だとか、これはいらないとか、いろいろやった結果、ああいった ICD-10 のコードが出来上がったという流れになります。であとはデータ入力のミスっていうのは、これはもうよくあることです。でお配りしたスプレッドシートとかに、例えばプルダウン機能とか、入力規制とか、あとは保護機能とかを使ってミスを防ぐようにしていただけるといいかなと思います。あとは臨床的改善って何だっけっていうようになったりとかですね。あとは、本当に全く研究をされてない方とかだと、0と1とかで入力、プルダウン機能を作ってしまうと、0がイエスなのか、1がイエスなのかっていう、よくわからないっていうふうに言われて、本当に一瞬、すべてのデータが逆で入力されてたってこともあったんですね。なので、僕は、Excel のデータシートに関しては、プルダウン機能で、作るときは0、1の変数ではなくて、もうありなしとか、そういうふうにデータ入力する側が分かりやすいような工夫をしています。あとはもうこれもよくある話で、匿名化を忘れてデータを Gmail で送信してくる施設とかもやっぱりあるんですね。これも片岡先生が匿名化 ID の作り方ということで、資料を作ってらっしゃるので、ご許可をいただいて、ここに載っけさせていただいてます。あとはですね、データの入力ってやっぱりめんどくさいんですよ。呼吸器内科の、例えば多施設の前向き研究とかで、肺がん関連のものとかだと、割と企業が絡んで、割とデータ入力をしてくれたら、資金提供を行いますよとか、そういったことがあるんですけれども、こういった僕ら後期研修医のやるような研究だと、予算もないですし、本当に事前事業になってしまうんですね。で結構モチベーションを保つのが難しくて、データの入力が滞ってしまう施設もありました。でその時になんでだよっていうふうに言わないようにして、結構まめにコンタクトを取るようにはしててですね、例えば淡地域医療センターとかはすぐ近くの病院なので、直接声をかけに行ったりとか、最近元気にしてるみたいな感じで LINE をしたりとか、
あとは定期的なレクチャーというのを月に1回、まあ、月にそうですね、1月か2月に1回ぐらい行っていて、例えばのデータのクリーニングの仕方、R でデータをどういうふうにクリーニングするかとか、まあ、今回使う解析の内容とかを分断して解説をしたりとか、そういうふうなことをやっていました。でレクチャーをすると、まあ、その時のレクチャー始まる前の最初の時にですね、どのぐらいデータ集まりましたみたいな形で聞けるので、すごく良かったと思います。はい、でこれもですね、極力自分はもう今はもう R でデータのクリーニングを行ってるんですけれども、まあ、当時はやっぱり慣れないところもあって、まあ、Excel でのデータクリーニングもある程度行ってから R でデータクリーニングを行ってたってところがあるんです。でExcel で処理するとですね、何をしたのかが分かんなくなってしまうんですよ。で少なくとも元データは必ず取っておいて、でそれをコピーして、まあ、Excel でデータクリーニングにするにしてもですね、ご自身が、まあ、何をしたのかっていう履歴を、まあ、ワードファイルとかでも構わないので残しておくのがいいかなと思います。で実際に R に慣れてくるとデータのクリーニングがですね、そんなに時間かからなくなるので僕はもう今 R 使ってやってます。人によっては SQL とか Python でされている方もいらっしゃると思います。で、あとはですね、過去の解析のコードを振り返ることができなかったっていうのもあります。で、R Studio とか使われている方だと、分かるかなと思うんですけれども、ファイルがですね、上書きされてしまって、まあ、過去の自分がなんか書いたコードっていうのが思い出せなくなってしまうときがあるんですね。1週間、2週間とかだといいんですけれども、追加の解析をしようって言ったとき、まあ、例えば3ヶ月後とかに、もう全然何のコード書いてたのかよく分かんなくなってきたっていうときもあるので、自分は GitHub って言ったところですね、まあ、無料でアカウント作成して、コードとかをですね、保存できるレポジトリがあるので、そこに入れるようにしています。で、そうするとですね、この GitHub の URL とかを論文にペタって貼って、論文を見た人がその URL からどういう解析のコードを使ったのかっていうところを見ることもできるので、いわゆる透明性の担保という意味にもなるかなと思います。あとはこれですね、これはすごく悩ましい問題で、患者さんのデータをどこに保存するのかっていうところですね。で、まあ、正直、ちょっと僕は今回の研究ではないんですけれども、前に行った研究で、患者さんの個人情報の含まれているデータをドロップボックスに保存したことはあります。まあ、すぐ消したんですけれども、結構ですね、データの保存というのが難しくて、匿名化されているデータ、つまり個人が特定できないようなデータを取っておく、自分のパソコンに取っておくとかだったらまだ分かるんですが、患者さんの個人情報が入ったデータというのをどこに保存するのかというのが非常に悩ましくてですね、まあ、理想的には、まあ、インターネット環境のないパソコン、結構施設によっては電子カルテパソコンとインターネット環境のあるパソコンがまた別にあるっていう施設が多分多いかなと思うので、インターネット環境のないパソコンですね、外から攻撃されないような環境にデータを置いてあげるっていうのが一つの案かなと思います。で、ただそのパソコン単体に保存してしまうと、そのパソコンが壊れたときにもうデータが全てなくなってしまうんですね。で、なので例えばある程度IT に詳しい方とかだと AWS の S3 というのは自分はお勧めしています。で、ちなみに亀田総合病院だとOffice 365って言ってですね、マイクロソフトのクラウドサービスを利用していて、関連施設とかも全部その組織アカウントっていうのを持ってるんですね。で、そのマイクロソフトのクラウド上には個人情報も含めてアップしていいということにはなっていて、まあ、セキュリティがかなりしっかりしているということでですね、なので自分は亀田にいたときはその Office365 の、フォルダーに直して、まあ、個人情報を含む情報を全部直していました。はい、あとはですね、共著書問題が発生します。まあ、これはもうほぼ間違いなく発生します。で、まあ、最初にですね、大まかに共著者を決めるルールを作っておいた方がいいかなと思います。で、例えばファーストと、僕の場合はですね、ファーストオーサーは僕で、ラストオーサーは片岡先生ということはもう最初に決めていて、で、あとはデータ入力数によってセカンドオーサーから順番を決めるっていうふうにしていたんですね。で、まあ、やっぱり施設によってはどうしても初期研修医、後期研修医が得る研究なので、まあ、部長の先生をギフトオーサーとして入れないといけないとか言われることも
やっぱりありました。で、そうですね、そういったご施設はお断りしたこともあるし、実際ちょっとそうですね、今やってる研究とかだと、ある程度許容してるっていうところもありますし、ちょっとケースバイケースで対応させていただきました。で、あとはこれはもうテクニカルな問題なんですけれども、ディスカッションの書き方というのはすごい自分は苦手で、やっぱり言い過ぎの文章というのがですね、目立ってしまっていて、よく片岡先生にも注意されたんですね。で、ステロイドの使用はケースバイケースで行うべきだっていうふうに書いたりとかですね、そういうことは全く今回の研究から言えないわけなので、もう少し柔らかい口調で、しかもデータから言えることだけをしっかりとディスカッションに持っていかないといけないなというふうに思います。で、あとは実際にデータ集まって解析しました、で、論文を執筆しましたというときにですね、論文を執筆していく過程で、僕は片岡先生とやり取りをさせていただいてたんですけれども、Google ドキュメントでだいたいやり取りをするんですね。で、Google ドキュメントですごい便利なツールで、片岡先生の修正したことが僕の方にすぐに反映されたりとか、コメントをすぐに見ることができたりとか、すごく便利でいいなと思うんですけれども、サイテーションマネージャーとの相性がすごい悪いなっていうことは感じました。例えば僕が片岡先生に Google ドキュメントで送ったファイルをごちょ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 って直して、最終的にそれをダウンロードしてやろうとすると、サイテーションマネージャーとの連動が全くうまくいかなくなって、結局手入力で全部リファレンスを直したっていうことがありました。なので、原本は保存しておいて、叩き台用のマニュスクリプトを片岡先生なりメンターの先生とやり取りをして、修正が終わってから原本をうまいこと書き換えるっていうのがいいかなと思います。あとは僕は使用していないんですけれども、ゾテロって言われるサイテーションマネージャーを使っている方だと、Google ドキュメントでも対応してるみたいです。ですね、これは未だにやってしまうミスなんですけど、論文のですね、最終版の確認を結構雑に済ましてしまうことがあって、これはもうすごく反省しました。リジェクトされて別の論文、別の雑誌に投稿するときに、どこを直したかっていうのをですね、黄色のマーカーで引いたりとか、赤字で分かるようにしたりとか、しっかりと共著者と共有していくことが大事かなと思います。はい、まとめです。で、単位施設から多施設研究に移行するっていうのは、勇気は必要なんですけれども、研究の質も格段に高めることができますし、あとは今まで学会発表で終わっていたような研究が、論文にまでたどり着く可能性というのは格段に上がると思います。で、また、多くの先生方と共同研究を行った論文が出版された時の喜びは格別でした。で、本当になんかそうですね、よいしょ、こういう感じで記念動画みたいなのを作ったりとかですね、なんかもう学園祭みたいな感じなんですけれども、かなりやっぱ嬉しかったです。で、今回僕が共有した失敗談から学んで、それを繰り返さないようにしていただけると幸いです。はい、じゃあご清聴ありがとうございました。あ、すいません、白下先生ありがとうございました。はい、はい、素晴らしいご発表で、早いですね、完成まですごくびっくりしましたありがとうございました。すいません、だいぶ時間がかかりました。そしたらですね、一度画面共有を、閉じていただいて、ここからは、白下先生へのご質問の時間ということにさせていただきます。それではチャットの方から、ご質問いただいているものをいきますね。山本先生、医療情報の方に依頼して、どれぐらいの期間で依頼内容を抽出してくださりましたでしょうか。あ、これは施設によってかなり異なっていて、早い施設だと1ヶ月もかからず抽出してくださるんですけれども、あとはデータウェアハウスがない施設っていうのも僕の研究では半分近くあったんですね。で、データウェアハウスから情報を取り出さない施設とかだと、もう本当に2週間とかで DPC データだけ抽出してくるってことはできるんですけども、
まあ、データウェアハウスから抽出してくださいということを頼むと、まあ、きれいなデータとして抽出していただけるのは、やっぱり3、4ヶ月かかるような気がします。平均でですね。で、それをなんか早くするコツとしては、データウェアハウスから取り出したデータをもうそのまま送ってください。さっきの建持ちデータみたいな形で送ってくださいということで言うと、だいぶ早くなると思います。それだと多分平均1、2ヶ月ぐらいだと思います。ありがとうございます。ちなみにですね、先生は、依頼は、初期なり後期研修医の先生に、図でに頼んでもらうっていうような形を取られましたか？あと、各施設でですか？そうですね、各施設はい、に依頼する際ですはい、ね。そうしました。なるほど。はい。私も今、多施設共同研究させていただいてるんですけど、自分のその伝えたかったニュアンスがなかなかその担当の方に伝わってなかったりっていうことがありまして、直接その施設のその担当の方をご紹介していただいて、やり取りをするっていうのを1、2施設やったらパッと行ったっていうことが私の場合ありまして、それも一つ手かなというふうには思いまはい、した。僕もありました。情報抽出の依頼書というのを作成して、なるべく分かりやすいように書いてるつもりなんですけど、やっぱ伝わらないことがあって、そうですね。その施設の情報担当者のものと直接やり取りしたことあります。なんかそれも一つかなと思いますね。はい。ありがとうございます。あとはおそらくこの初めて依頼するっていうのが今回あったわけですけど、これが2回目になるとまた慣れてき、あの相手も慣れてきてくれてみたいなところもあったりするので、まあ、そうやってお互いに経験を積んでいくっていうのが大事かなとも思いますね。ありがとうございます。次です。次のご質問ですが、自身の施設に DWH があるか、使用可能かどうかは、どこに問い合わせばよろしいのでしょうか。これについては、これは、おそらく施設によって違うのかなというふうに思ってるんですけども、医療情報部のようなところとかですね、なんか電子カルテ部門とか、いろいろあるかなと思うんです。千代先生、いかがですかね。はい。あ、そうだと思います。そうですね。大概情報管理室が担当してくれてると思います。はい。あとは DWH がどのぐらいまでカバーしてるのかっていうのも確認しておくといいかなと思います。例えば、施設によっては、サマリー、電子カルテの入院時サマリーとか退院サマリーとかまで全部ピックアップできる施設もありますし、最近検査室もピックアップできるとか、あとは救急でのバイタルサインとかまで全部ピックアップできる施設もありますので、確認していただけるといいかなと思います。そうですね。カバーしてる情報が、一様ではないっていう感じですよね。DWH ありなしと、あるところでも、できることとできないことがあるっていう、そういう感じですね。ありがとうございます。あとは DWH がもしない施設であったとしても、その DPC 自体は間違いなく維持価部門の方で、診療報酬の請求に作っているはずなので、まあ、特定の、コードで、DPC で入院してた人を抽出してくださいみたいなのは、維持価の方に頼むっていうやり方もありますし、で、あとは、採血のデータなんかは通常検査部の部門データっていうのは間違いなく、各施設ともにあるので、そういったのを、まあ、要は採血検査をやっている技師さんに直接、もしその DWH がなくてもですね、依頼しに行って、で、まあ、ただその後で加工するところはちょっと手間にはなるんですけれども、やるってこともできるかなと思います。ありがとうございます。確かに先生のご発表にもありましたけれども、もうガバッとデータをもうもらって、こっちで加工するっていうのは、一つスピードを上げるポイントとしてあるかなと、私も共感いたします。とにかく、なるべく負担にならないように工夫して依頼するっていうのはポイントになりますね。ありがとうございます。途中でサイテーションマネージャーの話がありましたけれども、伴野先生からワンドライブで共有するとサイテーションマネージャーとの連動は保たれますということで、これ私も最近加藤岡先生とやり取りするときとかは、ワンドライブでやり取りさせてもらってました。こちらと確かにうまくいくかなというふうに思いました。ありがとうございます。
渡辺先生からのご質問ですが、他施設に同じ分野の友人がいないのですが、どのように共同研究者を募集されましたでしょうか。いかがでしょうか。そうですね、大学の友人とか、あとはもう大学の友人の友人とか、大学の友人の友人の友人とか、結構芋づる式にちょっと 掘り出してきたっていう感じです。はい、なんか、友達が一人もいないという人は多分いらっしゃらないと思うので、その一人からうまいこと芋づる式にですね、なんか紹介してもらって、どんどん輪を広めていくっていうのがいいのかなと思います。そうですね。ありがとうございます。素晴らしいですね。まあ、5、6施設それで集めてますけど、素晴らしいですね。メンターの先生方はどうでしょうか。多施設共同研究やる上で、どういった形で、仲間を増やしているっていうのはありますか？ 片岡です。多分やっぱり結局は人と人のとの関係性みたいなところなので、もうそこは。なんというか、泥臭くやるとやらないとしょうがないと思いますし、白茶先生もいくつかそのこと断った、断られたという話もしてましたけれども、まあ、やっぱりやろうとしたときに広げておいて、ただまあ最終的にできる施設っていうので少しそれは狭まっちゃうってこともあるんだっていうのも、まあ、それはまあそういうもんかなというところでやっていくことが大事なのかなとは思います。うん。で、ですね。だから、まあ、多分一つの答えがあるってわけじゃないとは思うんですが、いろんな機会に。そういう自分のやりたい分野の知り合いを作っていく、まあその研究会等でですね。ですし、あとは PSG をぜひそういう形で活用していただけたらなと思います。はい。そうですね。PSG で、施設を集めるというのも一つかもしれませんね。はい。はい。ありがとうございます。事前にいただいたご質問から少し、聞かせていただきます。毎日何時間ぐらい寝てますか？いかがですか？これなんか僕の知り合いからかもしれないですね。いや、わかんないです。寝れるんだったらもう本当に12時間ぐらい寝たいんですけど、そうはいかないことが多くてですね。まあ、論文を書き始めたら割と僕は、長期集中して書いた方が効率がいいタイプなので、まあ、その時は本当に睡眠時間を1、2時間に削って、もう一気に書いたりしてます。あとは、まあ、COVID の関係で、例えばアメリカのですね、大学院の授業を受けたりとかするのも夜中に受けられたりするので、そういった時にはですね、特に今年の6月、7月あたりとかはもう2ヶ月間ぐらいは2時間ぐらいしか寝てないですね。でもそれ以外の時間、それ以外の月とかはまあしっかり7、8時間ぐらい寝たりしてます。まあ、ちなみに6月、7月ぐらいのその睡眠が少なかった時は、まあ、口の中にカンジダができるぐらい疲労が溜まってました。12時間はすごいですね。ちょっと、真似できないなと思いましたけど。すごいですね。はい。チャットの方からの質問もまだいくつか来てる感じですかね。チャットですかね。はい。なんか、DWH を落とすときに倫理委員会の承認が必要ですが、どうしましたかみたいな。いかがでしょうか。でしょうか。すいません、DWH を、ごめん多分、なさい、ちょっと、研究目的で DWH からデータを出すってなったときに、倫理委員会の承認はどのような形それはでですとね、いう。結構グレーなところがあって、まあ、日常臨床で使うからっていうことで言ったら、断る、多分情報管理室はないかなと思います。なので、まあ、日常臨床の、まあ、いわゆる当院での状況を把握したいから、ちょっとこういったデータを抽出してくれませんかっていうことで最初頼んだりしました。これはもうなんかその担当者さんとの関係性みたいなところもあって、なんか研究目的って言って頼みに行くと嫌がられるみたいな事例が実際にあったりするというのは聞いてます。で、ただ、一方で要は、カルテのデータを匿名加工していたとしても、それを外に出すっていうのは、倫理委員会の承認を得てないとやっちゃいけないことになりますので、あくまで、倫理委員会での承認を得た後にということになります。で、今の倫理指針上だとですね、要は、どの倫理委員会を通していればいいかというのは、実はグレーゾーンで、基本、一施設でやればいいんじゃないかと思いますが、習慣的に全部の施設の倫理委員会を通さなきゃいけないみたいなことに今なっていると。で、ただ、来年の4月以降はですね、これが明確に、一箇所倫理委員会を通していれば、
多機関な共同研究だったかなとかいう名前で大丈夫になりますので、少し倫理委員会を通す手間は減るというふうに考えていただいていいかなと思います。ありがとうございます。そうですね、もう少し質問来てるんですが、先にですね、ちょっと今日のですね、アンケートのリンクをここに貼らせていただきました。皆様ぜひ、簡単なアンケートになりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後のご質問一つですね。EWH のから情報を抜き出すアルゴリズムのバリデーションはどのように取りましたかというご質問ですが、いかがでしょうか。はい、これはですね、すごくめんどくさかったんですけれども、亀田総合病院で、半年間に入院した患者さんすべてをピックアップしていただいて、その中で、そうですね、肺炎像のある COPD 増悪が何人いるのかっていうのを地道に探しました。ものすごい数の患者さんが入院しているので、ある程度ですね、これは絶対違うだろうみたいなものはもうパッパパッパ飛ばしていきながらやっていきました。結構めんどくさいと思います。そこは最初にしっかり頑張っておいて、アルゴはリズムを作ってこう依頼したっていう感じですかい。ね。で、ただこれを怠ると結構ですね、ICD-10 コードの抜けとかが後で分かったりするので、ここはもうめんどくさいんですけど、しっかりやった方がいいかなと思います。私も賛成いたします。まず、ご自身の施設で、しっかり、検証を、パイロット的にやって、で、それでもやっぱり、ご発表にもありましたけど、それでも漏れてたりっていうのはあるにはあるんですが、しっかりまず自分の施設である程度固めて依頼するっていうのは大事なところかなと私も思いました。ありがとうございます。ちょっと時間もなくなってきましたので、城下先生へのご質問はこれで、終了とさせていただきます。なんかもう一個ご質問が来てましたよ。なんか。データをオープンにしたことに関して、倫理委員会に確認をしたかっていう質問が来てます。これはですね、倫理委員会の確認は取ってないです。完全に匿名化されたデータで、しかもドライアットって言われるデータデポジトリである程度規約がちょっと厳しくなってて、例えば先進疾患とか、個人を特定できそうなものとかの情報を全部省いた上で提出しないといけないので、それは、そのドライアットの規約に従ってデータを加工して、そっちの方に提出しました。あありりががとうごとうっざいています。うのは、コードと、なんていうか、データセット、匿名化されたデータセットも一緒に、再現できるようにっていうようなところになるんですかね。ドライアットはもう完全にデータだけですね。データだけ。なるはほど。い。コードはもう自分は GitHub で共有しそうてでしたね。ます。はい。りがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。とても素晴らしいご発表で、大変勉強になりました。ありがとうございます。